いやもうお子さんとかがいつか料理作るじゃないですか。パパ作ったよって言った時にこんな顔するんですか。それは失格だ。テイクアウトしたかもしれない。はい、雨ずるわ。マジ、いやこれマジだが。いやそうじゃん、まずできたくないよ。びっくりした、飲み込めない。え、息子さんが作ってますか。ぶっとうまい。おー、できた。俺こんな息子に作られたらぶん殴る。地獄、地獄、地獄。味が震える、本当に本当にやろ、これ。いやだ、せーの、うわー、やった、急に止まった。おかわり、マジ臭いね。ゲロやも、見た目もゲロやし、匂いもゲロやし、足もゲロだよ。人工のゲロ。最悪。これ行きましょう、ゴー。過激やめたらこういうことしか残ってない。料理作って食べるしかない。全然過激すぎて一般では過激ないです。死にそうな顔してる。息臭いから食べる。食いました。おかわり。あ、いいこと考えた。全部ごっくんグランってごっくんすればいい。そうよ、できるな。できんけん、取り皿すごいの。お前インド人ならそれはゲロで遊ぶな。いただきます。うわー、入った。ほら、飲み込みやろ、みんな。飲み込んでみろ。飲み込んでみろって。マルモス役は、あの、服の罰ゲームでいい。じゃあ、あ、そうよ。服の罰ゲーム、罰ゲームだった。あ、そうよ。よし、食おう。はい、食えよ。食えって。しろ。おい、食えって。すごいよ、いいよ、いいよ。うわ、ダメだ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 。はいだ。いっちゃえ。店長も一回でしか言ってない。あ、言ってない。おい、そんなちょっとずつない。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。